草原様、おはようございますです。はい、さえでございます。支配するために我々の呪術があるような言い方ですね。儒学者の合理主義のような言い方ですね。あなたの言う通りです。昨日大岩で海を見ておりました。もちろん火山の予兆が出ていたからです。それは草原様をいたずらに不安がらせないためです。私の見たところ、大した災害にはなりそうもなかったので、お教えします。はい。
様。それはおかしいですよ。先ほどおっしゃられたではありませんか。宗玄様にそれがわからなかったとしても、この島の住人には海底火山を予知する方法があったと考えると、宗玄様が津波の予測ができる方法を知らないとしても、淡路家がそれを知らない理由にはなりますね。島の者どもにわからぬ未来、淡路はそれらの災害を牧してこその価値があるという、予測不可能な津波の予期ができるからこそ淡路家の存在意義があるのではないでしょうか。
よりある島ゆえに、尺を印と読むような古い言い方がそのまま残っているのかもしれません。だから島の者たちが印と言っているのは海底火山のことです。この島特有の言い方なのですよ。さて、質問はこれだけですか？それでは、私も用事がありますので。私もよくは知りませんです。
に。この時期の印は。はいです。この時期に起きる印は特別なものらしいです。確か、60の周期で回ってくる印は特別な印で。さえ、よくわかりませんです。ただ、おばあちゃんは60の周期とだけ言ってましたです。急がなきゃ。
遅刻しちゃったよ。We'll be right back.